オパビニア、オパビニア、学名は、カンブリア紀の海に生息していた動物、バージェス動物群に属するものの一つである。五つの目とハサミを備えた糞という独特の形態を持ち、オパビニア族は、オーリゲイレス、オパビニアレガリスの一種のみで形成されている。俗名は、発見地近くのオハラ湖の南東部にある、オパビン峠、オパビンパスから命名された。 オパビンは、現地の言葉で、岩を意味する。オパビン峠は、ハンガビー山とビットル山の間に位置する。かつては、アノマロカリスなどと同様に、バージェス動物群の中で現存する、動物門の体制には収まりきらないプロブレマティカ、不祥化石と疑問視され、奇妙キテレツ動物、ウィアード・ワンダー,アースの代表例として語られてきた著名な、一生ものである。その後は、 研究が進んでおり、基盤的な節足動物として認められるようになった。オパビニアの化石は希少であり、カナダのブリティッシュコロンビア州、バージェス山にある、約5億500万年前、カンブリア期中期後半の地層から発見されている。本種は、バージェス結岩にて、米国人古生物学者、チャールズ・ウォルコットによって発見され、1912年に記載されている。 しかし、オパビニアの独特な姿が解明され、注目を集めるようになるのは、ハリー・ウィッティントンに、本種への再記述が行われた1972年以降である、口術を参照。糞を除いて体長は、およそ4から7センチメートル程度。両側にヒレ、ヒレが並ぶ胴体、そして頭部にはハサミを備える、ほっといつつの目があるという他の動物には全く見られない。 独特の形態を持つ。細長い柔軟な胴体は15節に分かれ、各大切にほぼ一定の幅のヒレ状の付属子が体を、なして配列される。ヒレはやや下側に向かって張り出し、それぞれの表面には、エラとして考えられる、櫛状の付属体シートルブラデスを持つ。体の微端はやや細長い環状で、斜め上に向いている付属体のない3体のヒレを持つ。あのマロカリス類も、 似たような体制を持っている。胴体腹足の足の有無については、学者によって意見が分かれる。口実を参照。頭部の前面に5つもの目を備えている。前方の3つの目は三角形を作って配置され、斜め後方にある1体の比較的に大きな目がついている。この5つの目は短いながら、目柄がついている。本種はそれによって、 髪型に360度近い視野を確保していたように見える。通常、この目は複眼として復元されているものの化石的根拠はない。頭部先端の下面には筋に細分された糞を一本備えている。化石の観察によれば、この糞は様々な向きに保存され、高い可動性を示す。糞の先端には5から6本の棘を持った1体の短い付属紙が、 ハサミのように配置され、物をつかめるトングのような造形になっている。この糞は、あのマロカリス類、ケリグマケラやパンブデルリオンに見られるような一体の、触手、全部付属詞から左右に融合した付属詞であると思われる。また、体になる付属詞に由来する説や多くの化石的証拠に基づくと、通常の復元図のような、先端のハサミを上下配置の構造にするという復元は誤りで、 これは左右に配置する構造として復元すべきであると指摘された。また、口はハサミにあるわけではなく、糞に次ぐ頭部の腹側にはやや膨大した部位があり、口はその後端に開き、その周辺には放射状の構造が並んでいる。内部構造は消化管が確認されている。上述の通り、口は後方に向かっているため、消化管の前端は U ターンして折り返している。 胴体部の消化管、中腸には、第3節から第13節まで、計11体の丸い分岐、消化線がある。禁煙と考えられるアノマロカリス類、ケディグマケラ、パンブデルリオンだけでなく、イソキシス、フキシャンフィア類、サイヨウムシなど、新生の接続動物からも、このような構造を持つ消化管が確認される。バージェス結眼で発見されたオパビニアの化石の、 状況から、オパビニアは、海底の表層に生息する動物だと推測された。糞のハサミを使って、海底の獲物を捕まえて、口に運ぶ捕食者と考えられる。また、化石に発達した腹式構造が発見されていない、ため、柔らかい動物を主食とすると思われる。体の両側に突き出したヒレは、ムカデの足のように、ガレー線の貝のように、順序よく、 波状に動かすことによって推進力を生み出すことができると思われる。オパビニアはこれを用いて泳ぐと考えられる。オパビニアの胴体は魚や誤解のように左右で波打つできるほどの稼働範囲を持たないと思われる。オパビニアはカンブリア紀の生物の中でも形態の復元と系統的位置に多くの議論が繰り広げられた一生ものである。最初は甲殻類。 その後は、議論的な不祥化石、プロブレマティカ、やがてアノマロカリス類ととに、基盤的な節足動物とみなされて2010年代の現在に至っている。発見時は、その独特な形態が理解されておらず、オパビニアは、ほぼ疑いもなく、節足動物であると考えられた。1912年、アメリカの古生物学者、チャールズ・ウォルコットはこれを、 バージェス動物のうち最も原始的な節足動物とみなした。彼はオパビニアの化石を現存するトガの向こう目、ホーネ年エビとアルテミアの仲間と比較し、オパビニアを原始的な向こう目の甲殻類とみなしたが、原生甲殻類のような特徴、二体の触角、大顎、小顎は見当たらず、ヒレにある串状構造の解釈に難点があるとも明記した。ジョージ・イブリン・ハッチンソン。 もうその見解を踏襲し、1930年、ネ年エビのような青向けの甲殻類として復元されたオパビニアの復元図を発表した。これは、史上初のオパビニアの復元図である。1970年、アルバート・シモネッタは、同じく、バージェス動物群のレアン・コイリアとヨホイアなどの特徴に基づいて、本種の化石に全く見当たらないものの、触覚や、 関節子など接足動物らしき分野をパビニアの復元図に多く追加していた。ところが1975年、イギリスの古生物学者、ハリー・ウィッティントンが再検討したところ、現在の動物には当てはまらない構造の動物であるらしいことが分かった。1972年にバージェス動物群の学会発表があった際、ウィッティントンのこの復元図が映し出された途端、 会場内は爆笑の渦に包まれた。そうして、いつまでも収まらなかったため、学会進行が一時中断となったという逸話が残っている。ワンダフルライフの著者であるスティーブン・ジェイ・グールドは、バージェス動物群には、現在の動物門の枠組みには収まりきらない、プロブレマティカ、不祥化石であり、動物界の孤児であるとして、カンブリアキ動物賞の現在との異質性を主張し、 その代表例の一つとしてこの動物を扱った。しかしその後、専門家からの反発が強く、そこまで言うほどの異質性はないとの主張も多い。関係動物と接触動物の共通祖先から枝分かれしたものとする、ハリー・ウィッティントンの説などがその一つである。しかし、関係動物はむしろ軟体動物などに類縁する、カンムリリン動物であることが21世紀以降において、 判明し、節足動物との直接的な類縁関係を認めうるかは疑問である。節足動物との動物門との関係性を参照。新たな発見と分岐学の発展により、かつて不詳化石と考えられたこれらの動物の類縁関係についての考察が進んでいる。1986年、ジャンバーアグストロームの知見により、 直前の1985年で発見されたアノマロカリスの全身化石からアノマロカリスとオパビニアとの類似点を判明し、オパビニアの各部分の構造も更新された。左右に体を成すヒレを持ち、そのうち最後の3体は斜め上を向くが、この点ではアノマロカリスも同じである。加えてオパビニアの糞をアノマロカリスの触手に相当とみなせば、目柄にあった目。 頭部の仮面に口があり、その前に触手があるという点でもアノマロカリスと共通している。禁煙と思われるアノマロカリス類、ゲリグマケラやパンブデルリオンの体になる触手、全部付属種とは異なり、オパビニアの一本の糞は一見で異質である。しかしこれは著しく左右融合した一体の触手であり、先端の体になるハサミが触手の端であると解釈できる。 先端のハサミの明瞭な左右奏称性,性と左右開閉の配置、これを上下開閉とする通常の復元誤りであると指摘されるも体になる付属子に由来することを示唆する。また、オッパビニアはエラのような櫛状の構造体、シートルブラデスを持つという点も前述の動物群と共通している。アノマロカリスとオッパビニアの蒸気のような特徴の組み合わせは 原生節足動物に見られないが、解剖学的にはいずれも節足動物様の大切性を示し、消化管の形態から節足動物との共通点も認められ、ヒレも付属子であるみなすことができる。特にアノマロカリスには、複眼の存在と分節した外骨格を持つ、触手、関節子など、さらに多くの特徴で節足動物との類縁関係を示す。 アノマロカリス類等関係も参照。オパビニアの後方に向かっている口という、節足動物の共有原子形質の一つも挙げられる。また、これらの禁煙と思われるケディグマケラとパンブデルリオンにおけるヒレの下にハーシがあるという付属子の配置も、節足動物の二サ型付属子は、このような配服の付属子の融合を通じて由来する、ことを示唆する。その後の研究も、 オパビニアはこれらの動物のようは付属子の配置を持った可能性が挙げられる口実参照。そして1996年、イギリスの古生物学者、グラハム・バット、の知見をはじめとして、アノマロカリスやケディグマケラと共に、オパビニアは新生の接続動物、新接続動物のステムグループ、初期は奇系統に分類されるようになった。アノマロカリスには、ラガニア、 ペユトや、アンプレクトベルアトを、近縁の別属があったことがその後で分かっており、アノマロカリス類を構成する。それと同様に、節足動物のステムグループに属とされるケリグマケラ、パンブデルリオンとオッパビニアは、便宜上にエラのあるハーシ動物、ギレドロボポニスとしてまとめられ、系統的にそれらもう少し離れたところに位置される。このような節足動物との類縁関係は、 21世紀以降においても多くの分岐学的知見に指示されている。活石には接足動物にあるような関節子が見当たらないが、やや長い三角型の痕跡が胴体とヒレの間にあり、大切に応じて一体ずつ並んでいる。この部分の正体に関しては、主に消化管の枝と柔らかい足という二つの仮説が繰り広げられる。なお、 この部分の解釈の違いは、オパビニアの分岐学的位置に、さほどの影響を与えていない。1975年、ハリー・ウィッティントンは、この一連の三角型の痕跡は、消化管枝、もしくは枝につながる、循環系の一部であると考えていた。1996年、グラハム・バットは、この三角型の痕跡を内蔵として、オパビニアの胴体に収めるには、 長すぎであると指摘し、化石の断面によると、これは、ヒレから分離した部位であることが示唆さる。バットは、この部位をもともとハーシ、ハーシ動物のような足に当たる部分の対抗痕跡で、あると考え、従って、ヒレの下にはハーシが並び、加えて、それぞれのハーシの先端に一体の爪があると、主張していた。しかし2007年、ちゃんとブリックスは、元素マッピング、 で、この痕跡の元素素性を分析し、消化管と同じ成分を持っていると判明していた。従って、彼らはバットが提唱した、アーシと爪の存在を否定し、この部分はヒレまで差し込んだ、消化管の枝であると主張していた。ところが2011年、バットとアリソン C でイリーが強調した、元気術に、アーシの存在を断言しないものの、その可能性を支持し、 ちゃんとブリックスの一部の判断を否定する。少なくとも、爪の存在は、否定的いう判断を肯定するいくつかの証拠が、挙げられた。元素マッピングで判明した、消化管と三角形の痕跡にあたる、同様の元素素性は、糞など、他の部位にも見つかっており、消化管に限るものではない。加えて、消化管の枝に該当する部位は、実はその痕跡とは全く別の部位である。 数体の丸い消化栓であることも明らかにした。半死動物の一種アイシュアヤの化石にある、波速部くらいの対抗痕跡とオパビニアにおける三角形の痕跡の類似点をも指摘し、さらに一部のオパビニアの化石標本からわずかであるものの、半死の外皮組織らしき構造も発見されていた。オパビニアはアノマロカリス類、ケリグマケラ、パンブデルリオンなどと共に、 ダイノコリリガという基盤的な節足動物の位置、甲として分類されたが、形態はいずれともやや異なるため、これらとは別にオパビニアか、オパビニーダイ及びオパビニア類、オパボネットとして扱われる。ウォルコットはオパビニア族に2種あると考えて、オパビニアリゲイレスと共にオパビニアメジアと命名した。そして、シベリアからロシアの古生物学者に発見され、 1960年において、オパビニアン・リリカと記載される化石もあった。しかし、1975年に公表したウィッティントンの再記述に認められるのは、オパビニア・リゲイレスだけである。2018年現在、オパビニア科のメンバーとして認められているのは、未だにオパビニア・リゲイレス一族一種のみである。しかし、オーストラリアの化石産地から発見され、 というかつて関係動物と考えられた同時代の古生物は、後に頭部に少なくとも3つの目と1本の紛ら式構造を持つことが分かり、オパビニアの禁煙種である可能性が示唆されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。